こんにちは。塩釜 BTC 英会話教室の鈴木孝之です。今回は中学1年生から、疑問文を作るときにですね、 Do you で始めたらいいのか、 Are you で始めたらいいのか、どっちにしたらいいかわからないという質問を受けたので、これに対しての回答を動画でお届けしたいと思います。まずですね、結論から言うと、動詞がこの you の後にですね、動詞がそのままある場合、それはその時は、do を使ってください。こうですね。だからdo you play とか、do you study とか、まあ、そういうふうに動詞がそのままあれば do で始めてください。そしてじゃあ、are で始めるのはどういう場合かというと、are で始まる場合は、ここに動詞がない場合。ないしは、動詞プラス ing がついている場合は、are で始めてください。で、これなんでこういうふうになるのかというと、do と are というのは、その始まりが違うというのは何が違うのかというと、文法が違うわけです。文法が違うから do で始まるパターンと are で始まるパターンがあります。で、中学1年生でやる文法は be 動詞、一般動詞、現在進行形、この3つを学びます。この3つが重要だというわけですね。で、この3つの中で、do を使うパターンは一般動詞しかありません。一般動詞を使うときは、ここに一般動詞が入りますので、動詞がそのままの形で入っていたら、do を使う。これを覚えてください。are you play とか、are you study とか言わないようにですね。ですので、動詞の原型入っていたら、do を必ず使うようにしてください。で、are が入るパターンは、例えば、are you sleepy とか、are you happy とかですね、形容詞が入るパターン。ないしは Are you a boy? とか Are you a student? という形で名詞がここに入るパターン。ないしは進行形になるわけですね。Are you playing the piano? とか Are you playing the guitar? とかですね、まあ、そういうふうに、ING 動詞が入ったとしても ING が入るパターンになりますので、もしこちらがそうであればこっちは Are になります。ですので、見るべきところはこちら、you の後にいられない、主語の後にどういうふうな単語が入っているかによって、どちらを使えばいいかというのが分かるようになります。ぜひですね、このビデオを見ていただいて、そして、どう使えばいいのか、あを使えばいいのかというのが分かっていただけたらと思います。結論を言うと、動詞がそのままあるパターンであれば、do を使ってください。そうじゃないパターン、プレイイングと ING が同時に ING がついているパターン、ないしは動詞がないパターンの時は are を使うと当たります。これですね、2年3年生になるともうちょっと複雑になるんですけれども、1年生の、内容においてはこれを覚えておくと、もうほぼ当たるようになりますので、ぜひ参考にしてもらえたらと思います。それではどうもありがとうございました。